こんにちは、葉月ひまりです。今回はですね、私の自己紹介をもう一度軽くしていこうかなと思います。最近登録者さんが嬉しいことに少しずつ増えていって、一番最初に紹介動画を上げたんですけど、ちょっとね恥ずかしいので非公開にしました。のでまた新しく自己紹介動画を撮っていこうと思います。自己紹介って何したらいいんかな、ちょっと調べますね。自己紹介の項目みたいな。はい、では行きます。名前は葉月ひまりです。年齢は19歳です。今年20歳になります。血液型は分かりません。ちょっと測ったことなくて分かんないんですよ。だからちょっと20歳になったので血液型検査しに行こうかなって思ってます。誕生日は12月27日です。12月27日で私はもう20歳になって大人になります。でですね、何言おうかな。趣味はなんだろう、服を見ることです。わかんないですね。趣味は何でしょうか。可愛い人を見ることです。可愛い人大好きでずっと調べてますね。あとはメイク動画とか見たり結構してます。あとアニメとか漫画とかも見るの好きです。でもまあ最近はあんまり見れてないかも。で性格はですね、ちょっとまあこれを見てやっていってるんですけど、何ですかね性格は。ちょっと分かんないです、人に聞かないと。でもそんなになんかあれですね。はい、次いきます。特技はブラインドタッチです。私キーボード打つのすごい早いんですよ。パソコンとか結構好きですね。よく聞かれる質問が、韓国人とのハーフですかってね、質問をいただくんですけど、純日本人です。てかめっちゃ日本人顔じゃないですか私。なんかねすごい自分が日本人顔やなって思います。なんでやろ、わからん。メイクかな、メイクがそっちよりからやからかな。誰ペンですかってよく質問いただくんですけど、私韓国アイドルの方全く知らなくて、まあ、こんな見た目やからめっちゃ韓国好きって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、あの韓国の方がするファッションとかメイクとかがすごい好きで、私アイドルさんとかはもうあんまりわからないんですよ。もう全然わかんないです。なので誰ペンですかって聞かれた時に、ペンってなんやろうって、もうそのレベルやったんですね。なんでまあ知ってるっちゃ知ってるんですけど、全然皆さんみたいにもう好きって言えるほどの熱量じゃないのでね、よく間違われるんですけど、はい、ちょっといないですね推しは。まだ皆さんの推しをぜひ教えてください。あ、そうや、あとあんまり知られてないっていうか、出身が神戸出身なんですね。すごい外の音がうるさいそう、神戸出身で結構大阪とかって思われてるのかな、わかんないけど神戸なんですよ。で、あの住んでるのも神戸です。東京に住んでるって結構な方にインスタとかで質問されるんですけど、全然あの実家暮らしです。でも今年中には一人暮らししてみたい。めっちゃ一人暮らしできるように頑張りたいなって思ってます。でですね、 YouTube をまたねたくさん投稿していければなって思ってますので、皆さんよければ私にしてほしい企画っていうか、出してほしい動画、こういう動画やってみてほしいなみたいなのがあれば、ぜひぜひリクエストでお願いします。で、5万人達成したら質問コーナーをやろうと思ってますので、インスタライブで募集しようと思ってます。なので5万人行くときにインスタで募集しようと思います。なので5万人行くまでに皆さんぜひインスタもフォローしておいてください。はい、ということで自己紹介って言っても全然自己紹介っていうほど自己紹介してないんですけど、あとの質問とかはね質問コーナーでお待ちしておりますので、まだやらないんですけど5万人いったらやろうかなって思ってます。あと別で恋愛の質問コーナーとか
思っていけたらなって思ってます。はい、ということで今回はちょっとゆるーく自己紹介をもう一回やってみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。